みなさんこんにちは、のばなーです。今日もドイツ暮らしの日常をお届けしたいと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。あと先日のライブ配信に付き合ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。今日は家族でパスポートの写真を撮りに来ました。写真は15分ほどで出来上がるみたいなので、隣にあるパン屋さんで何か買おうと思います。写真を受け取った後、エデカセンターに寄ります。エデカセンターにあるオリーブオイルの種類が豊富なのですが、どれもこれも本当に高くなったなぁと感じます。こちらはアメリカンフェアでしょうか。いつも同じコーヒーを買っちゃうので、今日は買ったことがないコーヒーにしてみます。このスーパーに来ると必ず買う骨なし皮付きの鶏もも肉。タイマー6分。さて、今日は節分ということで、恵方巻きは作りませんが、子供たちが大好きな巻き寿司を作ろうと思います。先日ある視聴者さんが日本から宝物物資を送ってくださったので、遠慮なく使わせていただきます。私のチャンネルを応援してくださる視聴者さんたちは本当に優しくて感動します。先日はまたドラッグストアでドイツらしい接客を受けました。
これについてはまたボイシーでお話ししようと思います。目の前にいる人が気持ちよく過ごせるようにというサービスを提供するように教育されてきたというか、お客様は神様の国で生まれ育った私にとっては、ドイツのサービスは本当に面白いものがあります。そして様々な経験を通して本当にメンタルが鍛えられ、いろんな意味でドイツで暮らしてよかったなぁと思います。人にどう思われるか、どう見られているのかを気にしながら生きていた私にとっては、ドイツで暮らすことによって本当に自分らしく生きていけるようになった気がします。自分軸をしっかり持つようになったというか、ずぶとくなったというか、さて、先のとんがったキャベツを使ってほったらかし料理をしていきます。これは日本のキャベツと味が似ていますが、日本の居酒屋のやみつきキャベツとか懐かしいですね。食べたい。今日はズボラ料理教室さんの動画を参考に作っていきたいと思います。味付けも塩だけなんて感動ですよね。ズボラな私には本当にぴったりの料理です。コトコト煮込んでいる間に洗濯機の洗浄をします。めちゃくちゃズボラな方法で、開け口から開けるんですけど、この上の部分に粉が溜まって出てこないので、あらかじめここも破っておきます。そして中身を洗濯槽に入れて60度で回すだけです。洗濯機にはできるだけ長くお仕事をしてもらいたいので、定期的に洗浄をします。3時間いってらっしゃい。さて、ゆっくりとお寿司の準備をしていきたいと思います。お米3合分今日は炊きたいと思います。私にとって節分の日は思い出深く、節分の日に日本からワーホリビザを持って片道チケットでドイツに飛んできました。そして YouTube も節分の日にスタートしました。何かと思い出深いんですよね。今年の節分は特に何もありませんが、今年は土曜日ですし、お寿司を作ろうとなったわけです。あと息子のお刺身コールがすごかったのも一つの理由です。ドイツの硬い豆腐を食べない息子ですが、この柔らかい豆腐は大好きなので、お味噌汁を作ろうと思います。この豆腐、日本の絹豆腐より柔らかいんちゃうかなと思います。豆腐1個 2.99 ユーロ、約470円と結構高いのであまり買いません。でもアジアスーパーに行かなくても豆腐が買えるのはとてもありがたいです。
YouTube をやっていると、このチャンネルの視聴者さんがどの地域から見てくださっているのかを知ることができるんですが、ほぼ 90% の方が日本在住の方です。残り 10% のうち一番多いのがドイツ、そしてアメリカと続くのですが、ドイツに住んでいても世界中の人とつながれるのが本当に嬉しいです。私のチャンネルのどんなところが好きか、もしよかったらコメントに書いてくださると嬉しいです。皆さんからのコメントは日々のモチベーションにつながります。皆さんは自宅でお寿司を作ったりしますか？日本は自分で作らなくてもお手頃価格でお寿司を買えるのがとっても羨ましいです。お寿司もラーメンもドイツで食べると本当に高いので、子供たちには日本で思いっきり好きなものを食べさせてあげたいなぁと思っています。東京では人生でまだ食べたことがないもんじゃ焼きにもチャレンジしたいなぁと思っています。皆さんはドイツに来たら何か食べてみたいものはありますか？いつか皆さんがハノーファーに来られた際には一緒にレストランに行けたらと思います。その際はぜひお声掛けください。日本にいる時は自分で巻き寿司なんてやったことがなかったのですが、ドイツの幼稚園のイベントなどで巻き寿司を持っていくようになり、巻き寿司を作るのは苦ではなくなりました。夫も日本食が本当に好きで何でも挑戦するタイプなので、本当にありがたいなぁと思っています。これから国際結婚をする方から連絡をいただくこともありますが、食文化についてはよく話し合う、もしくは理解し合った上で結婚してほしいなぁと思います。結婚してからああだこうだ文句言われないように、こちらも文句言わずに済むようにしてほしいと思います。割れてしまいました、コルクが。
息子と娘の年の差はちょうど2歳半。娘がお兄ちゃんにちょっかいを出して始まる喧嘩が多くて、本当につまみ食い女王は強いです。でもこう見えてめちゃくちゃ人見知りするんですよね。なので人の前ではおとなしいです。一度皆さんに会わせてみたいです。日本からポケモンカードや日本のお菓子が届いた日、息子の友達も来ていて、みんなめちゃくちゃハイテンションでした。そんな子供たちの様子を最後にお届けして、今日の動画を終わりたいと思います。もう一回。どれにしましょう。それ誰かな。食べてみる。チョコレートやな。食べてみて。聞きたい聞きたい。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。